あの長野オリンピックのために作ったさ、あの何でしたっけ、はい、アリーナですよね、アリーナ、はい、あのアイスアリーナ、はい、スピードスケートができるやつ、何でしたっけ、たまに信州のチームが試合してますね、あそこでね、あ、ホワイトリンク、違う、ホワイトリンクじゃないですよ、長野のスピードスケートができるところがあるんですよ。でスピードスケートができるリングってサッカーのスタジアムよりも、はい、あの陸上トラックよりもでかいらしいんですよ。あ、そうですか、うん、知らない、スピードスケート長野県、誰か M ウェーブ、めっちゃでかいらしいですよ。そこは行ったことないです。だからもう M ウェーブとかマジで不良債権になってて、はい、何もできないわけですよ、うん、もう使い勝手悪いですよね。そうだから、そんなものを作っちゃうから、うん、だからダメなんであって、やっぱそのレガシーにしてしまわないような、だから日産スタジアムだって初めてですよね、ラグビーワールドカップの決勝やって初めてちゃんと埋まりました、はい、びっちりびっちり埋まりましたね。あそこをびっちり埋められるコンテンツって多分30年に1回とか50年に1回しかないから、スタジアムに1回か2回しかないっていう、そうですね、そのためだけにやっぱり公設公営だと作っちゃうんですよ、うん、だそれは僕は意味がないことだと思うんですよ。最大の需要に対してその施設を作っちゃうっていうのは良くなくて、惜しまれつつ入れないぐらいのものが地方、うん、そこの集客力を考えたらいいと、うん、八戸のアリーナとかって、うん、アイスアリーナなんですよ。あ、そうなんですか、うん、で、あの欧米ではアイスアリーナが主流で、はい、例えばマジソンスクエアで、ニューヨークのマジソンスクエアガーデンのアリーナもアイスアリーナなんですけど、はい、アイスアリーナの方が実は合理的で、特にその、まあ、沖縄とかは無理だけど、まあ、東北とか関東とか北陸とか、はい、そういったところは多分アイスアリーナの方が経済的なんですって。ああ、そうなんですね。そうなんですよ、あのベースに氷を引くんです、はい、普通にだからフィギュアスケートとか、はい、そのスピードスケートとかのイベントをやるときは、うん、そのアイスをそのまま使うし、はい、そのバスケットボールの試合とか、うんうん、コンサートとかそういうのやるときは断熱材を引いて、でその上にそのステージを作ったりとか。そうなんですね。で、夏場とかまあ気温が上がるんです、まあ、冬は大丈夫ですけど、夏場は気温が上がるんで、逆にその最低限のまあ、コンプレッサーっていう機械で冷蔵庫とかに使われてるやつ、ね、うんうんうん、あれで温度を下げてあげれば、もともと氷ってそんなに溶けないんですよ。あ、そうなんですね。昔からあの氷室っていうのがあって、はい、あの冷蔵庫とかない時代に、うん、その洞窟の中とかにこうあらかじめ氷を入れとくんですね。そうなんだ。そうだと、それだと夏場もだから、別に江戸時代から、はい、かき氷みたいなのあって。そうなんですね。そうなんです。冷蔵庫とか冷凍庫とかなかった時代も、うん、その氷室に氷を断熱材っぽいもので覆って置いとけば、はい、溶けないんですよ。そんなには鎌倉みたいなことですか。鎌倉ではないんだけど、また違う。まあまあ地面、あの地下は温度がまあ12、3度ぐらいかな、もうだいたいずっとそれぐらいの温度で、まあだからワインセラーぐらいの温度、はい、でずっと保たれてるんで、あとそれに断熱材とその自分のその氷の冷やす力みたいなもので、はい、実は夏場までずっと氷って持つんですよ。知らなかったです。それと同じでアイスアリーナになってるのが、はい、まあ、それが一番経済的なんですよね。あ、そうなんですね。だから埼玉スーパーアリーナとかで、はい、あのフィギュアスケートのイベントやったりするじゃないですか、はい、やってますね。あれ一から氷張ってるんでめちゃくちゃ金かかるんですよ。そうですよね。どうしてるんだろうって思ってました。あれ一から氷張ってるんですよ。やばー。それよりは全然効率的にというか。そうですね。で逆にこう夏場は冷房効果もあって、うん、確かに日本みたいなアリーナが多分これから作られていくんじゃないですか。おお。まあコロナのあれもあったんでちょっと計画は遅れてると思いますけど。そうですね。多分日本全国にそういったアリーナが作られていくと思います。